はい、こんにちは、こんばんは、爽快キクです。今回はね、ファミコン版ゴルフやっていきたいと思います。1984年に発売されたゲームなので、ファミコンの初期ですね、本当にね、このゲームはね、小学生時代所有してました。まあ得意なゲームでね、1ラウンド18アンダーぐらい、最高でね21アンダーぐらい出してたんじゃないですかね。まあ先ほどちょろっとやってね、21オーバーでした。まあね、ゴルフゲームはね個人的に大好きで、まあスーパーファミコンもね、スーパーファミコン時代もワイアライの奇跡、ペブルビーチの波動、そして遥かなるオーガスタですか、あれ、あのシリーズにハマってね、まあそれ理由になったのはね、このファミコンのゴルフですね。早速始めていきましょう。まあ今日はね、落ち着いていきたいと思います。 BGM もないんでね、これバンカーやね、早速バンカー。ほんとね、 BGM ないんでね、これ寂しいですよね。この辺りはね、サウンドウェッジ使わなくてもよかったんじゃないかな。なのでアイアンでいきましょうか。僕もね、うる覚えなんでね、3番アイアンぐらいで。あ、やっぱ飛ばないね。やっぱサンドウェッジ必要か。出たんでね、一応これはね、これね、自分でね、距離を測ってね、クラブを選択しないといけないんですよね。なかなかね、難易度高いんですよ。まあ、慣れたらね、そうでもないんですけどね。まあ、この辺りなら5番アイアンぐらいですかね。ナイスオン。まあ、先ほどちょろっとやったんでね、大体わかるんですよね。いいですね、パー。バンカーに入れながらもパーでリカバリー。これ18ホールあるんでね、すごい退屈かもしれません。あ、これバンカーかも、バンカーで池かもしれないな。大丈夫でしたね。風があるんで。風もね、把握してね、打たないといけないんで。これはね、6番かな。6番をね、弱めに打って、フックさせないといけませんね。うまいでしょ、これ。バーディートライ。まあ、ここら辺りはね、ちょっと坂なんで強めに、あ、強すぎた。バーディートライなのに。ここはね、弱く。よし、OK。パー。バーディー取りたいね。ここはパー3なんでね、風も強いんで、4番ウッドぐらいで、3番かな、やっぱり。4番かな。まあ、行ってみましょう。ナイスオン、ワンオン。ここはね、直線でいけると思うんでね、まっすぐでいけると思うんで、下りなんで、まあバーディー来ましたね。まあ一回回っただけでね、結構思い出すもんですね。さっき回った時はね、21オーバーだったんでね、まさかこんないいスタートが切れるとは思ってなかった。この距離だったら7番アイアンかな。7倍アイアンで、あ、6番になってるよ。まあいいでしょう。あ、乗りましたね、ギリギリね。バーディートライね。バーディー取りたい。ここは曲がるんでね。こんなもんでしょう。あ、惜しいなこれ入ったね。よし、OK。パー。パーセーブ。これなかなかね、このソフト100円だったかな。張り切りスタジアムがね、50円だったんですよね。スーパーポテト行ってね。あ、ちょっと危ない、危ないな。ちょっと OB かと思ったよ。これはね、8番か9番ぐらいですね。9番アイアンで、風もないんで、よし、 OK。あ、ちょっと大きい。全然大きいわ。バンカーですね。サンドウェッジで。ナイスリカバリー。そして、ピンそばなんでね。
うん、これ入るでしょう。よし、OK。パー。なかなか、でもね、いい成績ですよね。1アンダー。あ、これはちょっと左だな。あ、でも大丈夫。これは左の風がね、5メートルあるんで。まあ、1番で行くか。危ないな。短かったね、ちょっとね。まあ、ここはね、ピッチングで。いつもに言いましてね、地味な実況になってますね、これね。なかなかでも面白いですよ、これ。よし、OK。パー。パーセーブ。だからね、ファミコンのゴルフゲームって言ったら他にね、バーディーラッシュとかよくやってましたね。中学時代ね、バーディーラッシュにはハマってました。あとね、なんか、うん、マリオがね、プレイするゴルフゲームありましたけどね、任天堂で。あれもね、ちょっとね、中学の時思い出があるんですよね。ブログに記事にしたんですけど、ちょっとね、ディスクシステムのゲームでしたっけね、あれはね。僕が壊してしまってね、友達のやつね。まあ、いろいろとね、話があるんですけど、この辺りは6番かな。6番アイアン。弱い。弱いね。ピッチングでね。ピッチングで。あ、ちょっと強いよ。これパターでいけるね。パターでいった方がいいんですよね、これね。ちょっとここボギーやね。初のボギー。ここはね、真ん中通したいんでね、3番ウッドぐらいで。覚えてるもんですよね、結構ね。これも3番ウッドかな。パー5なんでね、2オンしたらイーグルチャンスですよね。これいいよ。ああ、ちょっとバンカーやね。惜しいな。まあ、サンドエッジで。あ、ちょっと弱いよ。出たか、一応出たか。これパターでね。結局、ああ、ちょっとパーも取れずか、これ。ボギーパット。これは苦しいね。ここも風なし。パー3。ワンオンできるかどうか。あ、ちょっと左や、これ。池かもしらん。池ぽちゃ。まあ、池かどうか分かりませんけどね、これね。4番ウッドでね。ちょっと大きいね。まあ、でも、オンしたと。これは曲がりますよ。目がね、きついんでね。お、ナイス。ナイスパット。ボギー。これはね、惜しいね。よし、OK。パーですね。ここらあたりは、3番かな。ナイスオン。これはバーディー取りましょう。まあ、ちょっと強く打った方がいいよね、これ。あ、ちょっと強すぎる。なんだよ。なかなかバーディー取れないね。難しい。もし OK。12番ホール。まあ、ここもね、まっすぐで。慣れてきましたね、ドライバーね。
ここもね、ちょっと森を抜けて狙いたいところですか。まあ一番アイアンぐらいかな。ちょっとね、フックさせて、ちょっと大きいね。大きい。地味な動画になってるね、これね。地味だね。これはまっすぐで強めにね、打ったら入るでしょう。よし、OK。よし、OK。ゴルフはね、まあ、腰椎破裂骨折してしまったんでね、なかなかできないですよね。全く触れないかと言ったら、触れると思うんですけどね。ここは、5番アイアンぐらいで。まあね、野球のスイングはね、できるんですよね、一応ね。バッティングセンターぐらいならね。だからゴルフのスイングもできないことはないですかね。まあでも、怪我してから一度も行ってませんね、打ちっぱなしにもね。これは、4番で行こうか。あ、ちょっと左、大丈夫か。これはね、まあ6番で、弱めで。あ、ちょっとこれは左か。あ、でもいい具合に、乗りましたね。OK。これは長いパットなんでね。これはかなり曲がるんでね。OK。ナイスバーディー。なんとかね、アンダーで回りたいね、アンダーで。これは3番ぐらいかな。曲げてね。これはいいショットだね。見事だ、ピンそば。これは取れるね、バーディー。これイーブンパーだよね。確かイーブンパーって言うんですよね。僕もゴルフね、テレビで見てるわけではないんでね、そんな詳しくはないです。まあ、嫌いじゃないですけどね、あのね、青木さんとか、倉本さんとか、ジャンボ尾崎とかね。昔の選手の方が詳しいと思うな。これはね、5番かな。なんとなくね、わかるんだよね、なんか 距離がね。これはね、まあ、3番ぐらいで。あ、ちょっと左かな、これ。あ、ちょっと大きいね。これはね、こっちに入れた方がいいんですよね。なかなか狭い隙間にね、オンできないんで、こっちの方がいいと思う。まあ、パットはね、それほど難しくないんでね、このゲームはね。ちょっと大きい。大丈夫か。これはね、アンダーでね、マイナスで、マイナスっていうのか知りませんけど、アンダープレイしたいね。申し訳ない。これはね、難しいですね。スライスさせた方がいいかな。そして、アゲンソーなんでね、まあ、5番アイアンぐらいで。これでいいんじゃないかな。よし、OK。バーディートライ。プープープー。懐かしいな、この効果音ね。これはね、まっすぐか、ちょい左で、強く打ちましょうね。あ、ちょっと、あー、バーディー取れた。よし。これでアンダープレイですよ。マイナス1、1アンダー。これいいんじゃないかな。結構ね。ここはね、2オンしたいところだけど、3番ウッドで行きましょうか。ちょっと弱いか。あ、でもいけるね。よし、OK。これはね、芝目強いんで。これはかなり曲がるかな。お、入ったね。よし、OK。2アンダー。アンダープレイができそうだ。あ、ちょっと左かな。まあ、スライスがかかって、OK。正面に木がありますけどね、障害物にはならないと思うんで。3番ね。
ああ、これ OB だ。おい、大丈夫か。OB か、OB になると思ってなかったな。もうちょっと曲げればいいのか。ああ、ちょっと短いね。これはね、アンダープレーで何とかして回りたいんで。ピッチングですね。あ、全然、マジか。ピッチングの距離が測れてないよ。これは参ったな。まあ、ピッチングで。OK。これはもう、アンダープレイはね、絶望的ですね。これはね、弱めで。あ、マジか。マジか、勝負弱いな。なんでグリーン外すんだよ、あんなパットでさ。マジかよ。OK 。最後に叩いたね。10打叩いた。3オーバーですか。75打。まあね、ちょっと地味な実況になりましたが、まあ今日は落ち着いてね、ゴルフなんで。3オーバー。まあね、最初プレイした時に21オーバーでしたから、それに比べたらね、はるかにいい成績が残せました。それではこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。